えー、ハッシーですえっ、ー、とですね今日もねえー、千葉県は八千代台というところでお話し会してきました、えー、今日も大盛況でした大盛況イエーイ <laughs>、えー、今日はねあの少人数で本当にあに対話形式のね、あのー、お話し会ができて本当に良かったなと思います あのやっぱね対話形式っていうのはねあの皆さんとこう質問を受けながらそのペースに合わせてねあのお話を進めていくので何ていうかなあの皆さんとの距離感がとても近いっていうかなこういう感覚があってなんかね僕にあの個人的にはとても合ってます、うん、<coughs> 大人数の前でね講演会的にこういっぱーって一方的に話すっていうのもねやるんだけども あの、こういうね、小グループっていうのはもうなかなか楽しかったなと思いました。うん、<laughs> はい。で、まず最初にお知らせです。お知らせ。えっと、10月の22日、日曜日に、えー、藤沢、えー、神奈川県の藤沢でお話し会を追加あ日程決めました。えー、そして10月21日土曜日。あ、ど、え、う、ー、日だね。 10月21日に千葉県の鎌ヶ谷、私の地元ね、で、えー、お話し会をやります。そして翌日10月22日に神奈川県の藤沢でお話し会をやる予定です。えー、っと、その、明日ね、えー、っと、ごめんなさい、明日じゃない、1日か。1日に藤沢でお話し会を募集したところ、すぐ、あの、いっぱい満たあの、満員になっちゃったんですよ。で、じあの、 鎌ヶ谷も10月の15日だから17日ぐらいにあのお話し会をやったらこれもねすぐ埋まっちゃったんです。でこれはちょっとねあのたくさんの問い合わせが来てて申し訳ないということで急遽あの追加日程でお話し会やりますんでどうかあのお時間がある人これね同日なのでえよかったらぜひ遊びに来てください。あの両日ともね あの参加人数は、まあ、最大20人ぐらいで、えー、止める予定なんですけれども、えー、どうかよろしくお願いします。えっとなんていうかな、うん、あのこのところあのあのなんだろうあのもうスピリチュアルそして宗教こういったことを最後ももう,あのもうやめる、うん、もう僕のところに来たらもう、えー、このジプシーをやめる、うん、そして本当に えー、なんだろう自分が神である、ねうん、これを、えー、しっかりと腑に落としてもらう、うん、そのところをもうメインそしてね僕はとにかくねあのこだわるのは体験してもらいたいんです体験もうここに一点集中なんですもう知識じゃないの本当に皆さんが、えー、自分が神であってそしてそのことが実感できる ああやっぱり私は神であったこといやあのこういうことだったのかというところまで、えー、なんだ皆さんを導くって言い方はちょっとこう語弊があるかな、うん。おこがましいのかな、まあ。要はそのことを皆さんに伝えたいっていうのが僕の,あのお話し会のメインです。うん、なので、えっと、かなりあのたくさんの人が あのまあ、今日なんかもそうだったんだけどね、えー、1時から始まってね5時までやったんですよそれでももう話が足り尽きなくてアフターでもっと話を聞かせてくれって言ってで、えー、その後またあの7時ちょっと前までずっともう熱く皆さんとねあのこういうあの見えない世界神様の世界の話をねいっぱいしてきたんですだから あの、今度、その、11月にね、確か11月の17日だったかな。えっと、急遽、えー、鎌ヶ谷の、えー、また、あの、会場、まあ、お借りしてね、ここは、上級者編というのをやるっていうことに決めました。上級者。だから、あの、新規の方も入れない。うん。上級者、もう一度、もしくは二度。 あの僕の話を聞いていてある程度あのベースができた人がもっと突っ込んだ話もっと深い話を聞きたいっていう人のためのお話し会をやることにしました。でねあの全国各地もそうなんだけどもう2部構成にしないとダメみたいです。あの最初の2時間3時間はとにかく初心者向けのお話し会で、えー、後半に来てもらう。 えー、後半に、えー、上級者編そして、えー、その後最後はぶっ飛び編ぶっ飛びです、うんえー、ですからここまで入れてだいたいと、あのー、なんだろう3部構成かな、えー、3時間、うん、2時間2時間2時間、うん、6時間まあそんな内容そ,んなそれでも終わらないのかなまあそんなような流れでやることになりますので 今後ともよろしくお願いします。えー、っと、とにかくなんだろうな。今もうすごいんですよ。どんどん、どんどんお話し会に人がこう殺到してるというかな。あのー、もうなんかね、自分で言うのもんなんだけど、すごいんです。とにかく。お話し会にもう参加したい。一度話を聞きたい。で、一度聞いた人がもっと もっとあの深い話を聞いていきたいっていうね。まあそういう、えー、熱い熱い、本当に学醒したい人の集まりになってます。でね、あの、もう一個、もう一つ大事なことを言っておきます。あの、僕のお話し会は、えー、お話し会だけで終わらせてないんです。そこに来た人たちのメンバーが、みんなが LINE 交換する、電話交換をして、 とにかく仲間、うん、仲間づくり、うん、お友達づくり、横のつながりを広げてほしいんです。広げて。うん、そしてあ、新たなアセンションを目指す魂のお友達づくりを、えー、橋本のお話し会を通して利用してほしいんです。ね。でもう、あのう本当の、なんだろう、本音で語れる。うん、自分の 魂から本当に思っていることを表現できるそういう仲間を作っていってほしいんです。ね、なので、えー、このことがあ広がる、うんえー、これを、えー、広げて全国各地にもうコアなコミュニティを作っていってほしいのが僕の、えー、最大のお話し会の特徴なんです。どうかそれもふ踏まえた上で これからもどんどんお話し会来てください。で、概要欄に、えー、僕のお話し会の日程を載せております。で、日々、あの、変化しておりますので、あの、こまめに日程表の方、あの、ご確認いただいて、えー、来れる方はぜひ、あの、参加してください。よろしくお願いします。えー、ハッシーでした。ぜい、イエーイほっ